広島、阪神、2日、松田スタジアム、広島の森下正人投手が、NPB 史上20人目の3者連続3級三振でイニングを完結させる通称、イマキュレートイニングを達成した。0対0で迎えた5回、梅野をカットボールで空振り三振、小畑を同じくカットボールで空振り三振を奪うと、 最期からはすべて直球で空振り三振を奪った。同記録は同僚の森浦が6月1日、ソフトバンク戦で達成。珍しい記録が同球団から連続で生まれた。イマキュレートは英語で、染み一つない、汚れのない、を意味している。